オーディが同意した以上、この件は片付いたようなものですね。残りの当主たちは、彼らもきっと状況を理解するでしょう。最後の質問をした時、オーディが代表していたのはルーサン家だけではなかったもの。正式な会談はいつ開きますか？こちらで手配しておきます。あなたに任せるわ。これからの交渉も業務の引き継ぎも全部私は関わらないから。ジェイドさん、それは。この案件はもともとアベンチュリンが引き受けてきたもので、あなたは彼が指名したプロジェクトパートナーでしょ。あの子が遊びすぎなければ私が表に出てくる必要もなかった。違う？私が今日ここに来たのは一番難しい問題の解決を手伝うため。あなたならこの案件を上手にまとめられるわよね、エレーナちゃん。もちろんです。ダイヤモンドさんにも大丈夫だと伝えてください。安心して、ダイヤモンドはいつだって私たちのことを信頼しているわ。あなたの仕事ぶりも伝えておくから、そう遠くないうちに P45 に返り咲けるんじゃないかしら。それにしても機長席号、本当に素敵な船。やるべき仕事も終わった今、私も自分の趣味のことを考えるべきね。この飛行艇でもボーンショップ翡翠を開くつもりですか？だってこんな機会は滅多にないもの。この船の客層を見てみなさい。彼らからならきっと価値ある宝物をたくさん手に入れられるわ。じゃあ質屋は店主がいないと開けないから、また後でね、トパーズ。あ、待ってください、ジェイドさん、もう一つ聞きたいことが。なら何かしら。あの無知ですが、あれはどこから情報を得たんですか？私が情報を見つけたんじゃなくて、情報が私を見つけたの。それは調和の未来を案じる少女から寄せられたものだった。その代わりとして、私も彼女のために何かしてあげる必要はあるけれど、それはまた後での話。私たちがピノコニーを去った後でも遅くはないわ。分かった？これが投資よ。チャンスの種は土の中に埋められていて、少し栄養を与えてあげれば根を張り芽吹く。私たちがすべきことは辛抱強く待つことなの。ちょうど私が待っている最後のゲストもそろそろこの船に乗ってくる。より簡単に潜入できた。ファミリーの警備って相変わらず甘いんだ。ここが機長席号、本当に豪華だな。担保で願いを叶えてくれる質屋、そんな場所この船に本当にあるのかな。噂が本当かどうか自分の目で確かめないと。あれは開拓者。一瞬でいなくなっちゃった。請求列車の人たちもここに来てるんだ。そうだ、もう一つあったわ。オーディさんと話し合って決めたの、ピノコニーに対する
七死人の貢献に感謝してファミリーの名義で請求列車に贈り物をしようって。あなたたちもその準備を進めてくれるかしら。かしこまりました、ロビンさん。あの、あ、こんにちは、お嬢さん。どうかしましたか？質屋への行き方って知ってる？質屋…ああ、レディ翡翠の部屋のことですね。確かに彼女は特別なサービスを提供していると聞いたことがあります。位置をあなたのデバイス上でマークしましたので確認してみてください。レディ翡翠、どこかで聞いたことがあるような。銀狼のところで聞いたんだったっけ。そういえば銀狼、天才クラブに行くって言って消えちゃった。ポーンショップ翡翠貴重石号支店へようこそ。お嬢さん、お名前は？私のことはサミュエルって呼んで。サミュエル、素敵な名前ね。それでサミュエルさん、あなたは何を望むの？代わりに何を差し出せるのかしら？私は行きたいの。その願いが叶うなら自分のすべてを担保に入れたって構わない。自分のすべて？うん、すべて。サミュエルさん、悪いけど帰ってもらえるかしら。あなたは質屋の定義を十分に理解してないみたいだから。どういう意味？文字通りの意味よ。あなたからは強い生存欲が感じられる。それは炎のように激しく強烈で、とてもじゃないけれど、あなたがそれと同等の価値のあるものを差し出せるとは思えない。そっか、やっぱり質草で願いを叶えてくれる質屋なんてただのインチキだったんだ。厳しい非難ね。あなたが理解できないのも無理はないわ。でも大丈夫、これから私がはっきりと理解させてあげるから。この人たちに会いに行きなさい。彼らは私の質屋に来たことがあるの。彼らの願いが叶ったのかどうか自分の目で確かめてみるといいわ。終わったらここに戻ってきてちょうだい。そしたら質屋の意味も、あなたに何が欠けているのかも分からせてあげる。あのレディ翡翠の雰囲気、質屋の店主っていうより貸金業者みたいだったな。どうせ今は他にやることもないし、彼女の言う通り周りを見て回ろう。やった、当たったぞ。身の程知らずの小娘め、また俺に金を持ってきたのか。バカなこと言ってないでさっさと始めましょう。この一回の勝負で決める。私の全財産をかけるわ。おう、ずいぶん威勢がいいな。いいだろう。そこまで言うならお前の実力を見せてもらおう。Thank you.
った？私、本当に勝ったの？バカ、ありえない。これまで俺に10連敗してる相手に、なんでこんな感じなところで負けるんだ。本当だった。レディ翡翠は本物だった。ステル神あればヒーロー神あり。ついにスーパーギャンブラーステイシーの時代が来るのね。ドロシー、君にプレゼントがあるんだ。これ。わあ、素敵なネックレス。猫目石？すごく綺麗。私が猫目石のネックレスが好きだってどうしてわかったの？しかも紫色で、まるでパパが若い頃にママに送ったネックレスみたい。他の人に話したことなんてないのに、どうしてデルは知ってるの？あの、その、僕と付き合ってくれないかな？うん、いいよ。え？本当に？前に告白を断ったのは、デルは私の好きなものなんて知らないと思ったからなの。でも、このプレゼントで分かった。あなたはずっと私を見ていて、一生懸命理解しようとしてくれてたんだね。だから、うん、付き合ってあげる。よかった。本当に願いが叶った。行こう、ドロシー。外に出て、一緒に12の時の景色を見よう。うん、行こう。ねえ、見た？表にいるあの灰色の髪の人。変なものは見なくていいから、ほらお酒飲んで。あの人なんか情緒不安定そうだね。あれは開拓者。間違いではありません。奴を捕まえました。奴はピノコニーの太陽の時に隠れていました。身分を偽り、折り紙大学の教授になっていたのです。ファミリーとも話をつけました。身柄の引き渡しに関する手続きについてはそちらにお任せします。どうやって捕まえたかですか？高貴な方の助けを借りたのですよ。詳しくは聞かないでください。22年も奴を追いかけ、銀河の隅々まで走り回りました。まさか最後にここでこんな形で。とりあえず切りますね。相棒、自分に乾杯しなければ。人たちの願いは確かに叶ってる。でも一体どうやって？まだよくわからない。担保って何を意味してるの？戻って聞いてみよう。戻ってきたのね、サミエルさん。うん、あなたが言ってた人たちを見つけたよ。ポーンショップ翡翠を訪れた後、あの人たちの願いは確かに叶ってた。でもあなたが私に何を見せたいのかいまいちわからないの。あの人たちはみんなすごく満足そうだったけど。焦らないで。これはただ
ポーンショップ翡翠が本物であると信じてもらうためのものだから。次は彼らが支払った代償について教えてあげる。デルは裕福な家の子息で、ずっとドロシーに片思いしていたんだけど、なかなかうまくいかなかった。だから彼女の心を射止めるために私と取引したの。自分の全財産を担保に入れる代わりに、ドロシーを感動させる贈り物を手に入れるというね。カンパニーの情報網と人脈を使えば簡単なことだったわ。でもデルはすぐに部屋代を払えなくなって、無境から追い出されることになる。その後の貧しい生活をどう乗り越えるかは彼の努力次第よ。あのネックレスが二人の愛をつなぎ止めることを祈るばかりね。ギャンブルが好きなステイシーは絶大な幸運を手に入れたいと願っていた。でも彼女には担保に入れられる財産が何もなかったから、私は別のものを受け取ったの。彼女の親密な関係、そのすべてを。ポーンショップ翡翠を出た瞬間から、宇宙中のカジノはステイシーという名前を覚え、両親や兄弟は彼女との関係を断ち切った。彼女はもう本当の友人を作ることはできないでしょうね。幸運によって無限の富を手に入れることはできても、それを大切な人に使うことはもう二度とできないのよ。ウォーカー刑事は20年もの間ずっと悪名高い犯罪者を捕まえようとしていたけれど、なかなか相手の行方をつかむことができずにいた。そうして絶望に暮れていた時、彼は私を見つけたの。彼が担保に入れたのは自分のストレージシステムよ。もうすぐ彼の刑事としての記憶は消去され、自分が誰であったのかも、どんな犠牲を払ってきたのかも完全に忘れることになるわ。面白い現象でしょ。私は彼らの願望を叶え、恩恵を与える。その恩恵はさらに大きな願望を伴ってすぐに私のもとに戻ってくる。人は他人の願望が叶うところを見たとき、自分も同等の願望を持つようになる。本当にキリがないほどの願望をね。でもいつか私はその渦の中から自分の望むものを救い上げてみせる。私が一番得意なのは待つことなの。さあ、これで自分がどんな代償を支払うべきか分かった、サミュエルさん。それともこう呼んだ方がいいかしら。グラモスの鉄器の生き残り、 AR26710。 全然驚かないんだね。あら、思ったより落ち着いてるわね。ロストエントロピー症候群なんて本当に災難。そうでしょ。グラモス人は共和国最強の武器が他人の手に渡らないようにするために、戦士たちの遺伝子を編集してそうした保険をかけた。その代価は敵たちは人とみなされていなかったから、当然代価なんてものも存在しないわよね。でもあなたは違う。今は性格ハンターであり、ホタルであり、生きている生命体だもの。生きたいと思うのも当然でしょうけど、かつての早急戦線は滅び、この秘密を知り治療できる人ももういない。カンパニーならどうにかできるって言いたいの？
希望がないわけじゃない。これ以上は言えないわ。なるほどね。だから私には10日の担保が出せないって言ったんだ。私自身の全てに意味がないから。あなたが求めているのは、私が生きていくために仲間を鎖につなぐこと。残念だけど、そういうわけでもないの。仲間、いい言い方ね。この言葉で性格ハンターにもっと興味が湧いたわ。あなたたちはそれぞれ特別な立場があって、その関係性も興味深い。とても密接で堅固でありながら、個々の独立性を保っている。銃の赤心がダイヤモンドに従うように、あなたたちにもリーダーがいるんでしょ。それは一体どんな人物なのかしら。そして他の性格ハンターたちも、終焉の運命を歩みながら、運命とは逆の方向に進もうと躍起になっているのかしら。とても興味があるわ。機会があれば、あなたたち全員に私の質屋に来てもらいたいわ。その日が来るまで辛抱強く待っているから。それはダイヤモンドがカンパニーに内緒で性格ハンターに出した招待状だと思っていいの？いいえ、できればカンパニーを代表するものでも、戦略投資部を代表するものでもなく、私個人からのお誘いだと考えてちょうだい。性格ハンターとカンパニーにはいろいろ接点があるけど、銃の赤心と関わったことはない。あなたの提案は伝える。でもその前に質問させて。私の正体を知ってるなら、仲間がこの部屋を監視してる可能性があることも分かってるよね。彼女がその気になれば、ほんの数秒でこの会話をピアポイント全体に公開できる。なのに、どうして捨て駒になるリスクを背負ってまでダイヤモンドのためにそんなことをしようとするの？それはね、結局のところ、私たちは同類だからよ。でも性格ハンターや請求列車とは違って、私たちが集まっているのは、それぞれ必要なものを手に入れるため。銃の赤心は10人とも異なる羊を持ち、それぞれに帰するところがある。その道のりの途中でダイヤモンドに誘われ、彼と一緒に歩むことを決めたのよ。その道のりは短いかもしれないし、長いかもしれない。私たちの心には穴が開いているから、それを埋めるために外部のものに頼り続けるしかないの。そしてダイヤモンドは約束してくれた。孫悟の指令の体験を10人に分け与え、その穴を奇跡で埋めてくれると。肉体は弱くとも、我が心は輝く石のように固い。さもなくば孫悟の道は成り立たない。これで分かったかしら。これはただの誓いではなく、私たち10人が担保に入れたもの。その代わりに私たちはチャンス、財産、生存、未来を手に入れたの。それによって赤心はより揺るぎないものとなった。そしていずれ訪れるであろう神々の戦いにおいて、孫悟の偉業を成し遂げるのよ。行きなさい、お嬢さん。すぐに答えを出す必要はないわ。さっきも言ったように、私が一番得意なのは
待つことだから。もし運命が本当にそのページを開いたら、また会うことになるだろうね。でも残念ながら、この質屋は私の願いを叶えられない。私がピノコニーで最後にやろうとしていることも希望という形で終わることになる。レディー翡翠、担保として約束していたものを引き渡しに来ました。ピノコニーの未来を決める会談、思ってたよりずっとスムーズにいったな。議論なんてほとんどしなかった。もうすぐ調和セレモニーの開会式が始まるし、うん、会場に行ってみよう。この飛行艇にはお宝もたくさんある。忘れない方がいいぜ。俺は一発であんたを仕留められるってこと。それは光栄だ。安心してくれ。僕が一番嫌いなのは賭け事でイカ様をすることだから。それならいい。おや、誰が来たかと思えば、星宮列車の大英雄、ピノコニーで今最も輝く開拓者ちゃんじゃないか。おお、あんたも来たのか。久しぶりだな。こいつは俺が追ってるキューティーと関係があんだよ。ほら、なんつったか。そうそう、敵の敵は味方ってやつだ。まあいい、表に出せねえ話は一旦置いとくとしよう。調和セレモニーの雰囲気をぶち壊すわけにはいかねえからな。賛成。ところで開拓者ちゃん、調和セレモニーでファミリーが正式に列車に謝意を表明するって聞いたよ。すごいじゃないか。はあ、その場に立ち会えないのが本当に残念だ。サンキュー。あんたも楽しめよ、ピノコニーの大英雄。僕は遠慮しておくけど、君は楽しんで。よかったらまた一緒に遊ぼう。おや、君は宇宙ステーションヘルタでの活躍は覚えている。あれは旧大天だったな。ふん、道理であのギャンブラーが君のことを重視しているわけだ。彼は今回の監督対象だ。ただの教務担当の仕事の一環さ。ほら、もうすぐ調和セレモニーが始まるんだろう。せっかくの機会だ、行ってくるといい。適度に休息を挟まなければ知識もうまく吸収できないからな。カンパニーと学会の役員は僕たちのことを戦略的パートナーと定義している。だが僕からすれば、僕は常に教師であり、彼は常に生徒なんだ。君や他の人たちと同じようにな。その観点でいくと、アベンチュリンは優秀な生徒ではないが、決して底辺僕というわけでもない。残念だが、彼の心の穴は才能や知識で埋めることはできないんだ。はあ、彼が哲学ゾンビにならないことを願おう。ふん、慎んでお断りさせてもらおう。あれ、久しぶり。また会えたね。最近どう？え？そんなこと言って私が本気にしたらどうするの？でもまあ仕方ないかもね。君たち七死人の生活は
刺激が強すぎるから。あ、そういえばオーク家を巻き込んで大仕事をやり遂げたって聞いたよ。もし本当に疲れて仕事環境を変えたくなったり、オフィスで働きたくなったりした時はいつでも連絡して。この船本当に賑やかでいいよね。いつか暇ができたら私もエコシップで盛大なパーティーを開こうと思ってるんだ。その時は君たちも招待するからね。変身？何言ってるの？あ、わかった。アベンチュリンの奇跡のことか。残念だけど私の能力は彼ほどビジュアル系じゃないんだ。銃の赤心の奇跡の能力はそれぞれ違うんだけど、中には思考を読み取ったり相手の欲望を操ったりする人もいるから気をつけた方がいいよ。そう考えるとベロブルグではブローニャさんが間に合ってくれてよかった。あと少しでも遅かったら私たち友達になれてなかったかもしれないからね。こんにちは、元気なお嬢さん。ようこそポーンショップ翡翠へ。あなたのお名前は？とても素敵なお名前ね。それじゃあ、あなたの願いを聞かせてくれる？それを叶えるために何を差し出せるのかもね。それがあなたの願いなの。とても簡単で叶えやすそうな願いね。じゃあ次は代価についての話をしましょうか。そう緊張しないで。あなたの願いを叶えるために必要なものはとってもシンプルよ。それはある動物の尻尾。それは二足歩行する生物で、毛は黒く丸い頭に長い耳が生えているわ。雑食で少し情緒不安定。何より重要なのは人間の言葉を理解していてコミュニケーションが取れるというところね。その動物の尻尾を担保として持ってくれば、あなたの願いを叶えてあげる。縁があったらまた会いましょう。またお会いしましたね、我が友。あなたは準備の道において僕以上の輝きを放っている。心から敬意を表します。あれほどの偉業を成し遂げてもなお謙虚かつ穏やかでいられるとは、ああなんと素晴らしい騎士道なのでしょう。悪鳥を打ち砕いた偉業については聞きました。胸が痛くなるような話でしたが、あなたは間違いなく準備と正義を守り抜いた。イドリラ様があなたに微笑まんこと。お恥ずかしい話なのですが、あのエナの夢があまりにもリアルで、移住と化した友人に別れを告げるのが忍びなくなってしまったのです。彼の声や姿、そして笑顔があまりにも生き生きとしていたものですから、僕は今回準備の試練を乗り越えることができず、動揺してしまった自分を顧みることに多くの時間を費やしました。願わくばこれからもイドリラ様が僕の旗印となり、準備の覚悟を磨いてくださいますように。
ありがとうございます。あなたにも準備の加護があらんことを。セレモニーはまだ始まらないし、少し休憩しようかな。また会ったね。この声は。この前も見かけたけど、やっぱり人違いじゃなかったんだ。うん、ただ声をかける時間がなかったの。調和セレモニーが始まるまでまだ時間があるし、少し話さない。二つの殺人事件、カンパニーの死者との対決、七死人の道の伝承、アイオンに代わって楽園を作ろうとする秩序の残党、最後には美しい夢さえも打ち砕いた。波乱万丈の休暇だったんじゃない？よかったね、難しい問題を解決できて。でも調和セレモニーが始まったらまた旅に出るんでしょ？進むべき道はきっと見つかるよ。君たちは開拓の運命を歩む人たちなんだから。性格ハンターに入る前、エリオはこの旅が生きる方法を教えてくれるって言ってた。でも教えてくれたのはそれだけで、あとは私自身で探さないといけなかったんだ。だから私は生きていくのに必要な手がかりに注目してるの。今回のピノコニーの旅も同じだよ。うん、情けないことに方向性は間違えちゃったけど、いくつか得られたものもあるんだ。カンパニーの戦略投資部のジェイドさんって知ってる？ポーンショップ翡翠は彼女名義の資産なんだよ。それで彼女に取引を持ちかけられたんだけど、うん、ちゃんと分かってる。それに彼女が欲しがってるのは私の答えじゃないからね。私はもちろん生きてたい。でも運命がそうさせてくれないの。だからその借りを返してほしいんだ。それを誰かに転嫁して第三者を巻き込むんじゃなくてね。だってこれは私個人と運命との問題だから。あ、そういえばずっと君にちゃんと謝らないとって思ってたんだ。そのアイリス家の役者の件で、どんなに小さな嘘でも人を傷つける裏切りには変わりないから、ごめんなさい。あの時は緊急事態だったし、ちゃんと謝ったとは言えないよ。改めてごめんなさい。私が間違ってた。私にとっては正直に話すことより隠すことの方がずっと簡単なの。でも普通の人みたいに自分の心の声を表現できるか試してみたいとも思ってて。あの娘だ、かかれ！調和セレモニーが始まる前にあの指名手配犯を捕まえるんだ。こんなとこまで追ってくるなんて。お別れの時間みたいだね。私のことは心配しないで、君はセレモニーに参加して。脚本の結末はまだ訪れてない。きっとまた会えるから。蛍、無事だといいけど。まあ、あのハウンド二人が相手なら大丈夫かな。蛍のことは後でメッセージを送って確認するとして、今は調和セレモニーに参加しよう。ここに座ろう。
やるべきことは全部終わったけど、まだ、まあいいか。もう十分見て回ったし。よかった。蛍の心配はいらないみたい。安心して開会式が始まるのを待とう。ご来場の皆さん、ファミリーの皆さん、紳士淑女の皆さん、銀河各地からお越しの皆さん、こうして皆さんと顔を合わせ、今琥珀期におけるピノコニー最大の式典調和セレモニーを迎えられることをとても嬉しく思います。まずはじめにピノコニーのファミリー並びに五大クランを代表して、そして私個人としてもご来賓の皆さんを心より歓迎いたします。皆さんもお気づきかと思いますが、今回の調和セレモニーはこれまでとは違い、各クランの努力によりかつてない規模となっており、銀河中の勢力が招待されています。それだけではありません。前回まではピノコニー大劇場で行われていた開会式も、貴重席号、すなわち皆さんが今いるこの飛行艇に舞台を移しました。ではここでルーサン家当主のオーディ・アルファルファによる調和の活動への無視の奉仕に対して、一緒に温かい拍手と心からの感謝を送りましょう。今回のセレモニーはなぜこれほどまでに特別な意味を持つのでしょうか。ご存知の通り、貴重石号は美しい夢の異変により航行を中止せざるを得なくなり、一時は12の時で話題をさらいました。しかしピノコニー内外の人々が力を合わせたことにより、私たちはついに無境を正常な状態に戻すことができたのです。調和セレモニー開催が重なったのはまさに二重の喜び。貴重石号の再出航にも新たな意味が与えられました。そして最後にもう一つ理由があります。皆さん、時計屋のことは覚えていますか。実はファミリーが今回のセレモニーのために力を尽くしたのは、この伝説的な人物を記念するためだったのです。ピノコニーの父、ラグウォーク・シャール・ミハイル、そう、ピノコニーの礎を築いた伝説の七死人の一人を。宴の星が混乱の最中にあった時代、彼は仲間と共に空からやってくると、開拓を通じて私たちに自由の在りかを教えてくれました。また彼らは無境の開拓でも先頭に立ち、今日の調和の楽園を築いてくれたのです。ピノコニーが今日の輝きを手に入れられたのも、時計屋が私たちの心の奥底に植えた開拓の精神があったから。この開拓の精神があるからこそ、私たちは使命を果たし、調和をより多くの人々に広めることができるのです。聞いてて気分がいいね。さすがうちら。そうそう、無敵無敵。今回
美しい夢が正常に戻ったのも開拓の大いなる助けがあったからに他なりません。請求列車の皆さんがいなければこの調和セレモニーも無事に開催できなかったことでしょう。そこで五大クランの全会一致を得て、ピノコニーのファミリーは全銀河のファミリーのメンバーを代表して七死人の皆さんに贈り物をすることに決めました。おお、いよいよかな。貴重石号の所有権を請求列車に譲渡いたします。ほんの気持ちにすぎませんが、どうぞお受け取りください。さあ皆さん、勇敢で恐れ知らずの七死人たちに盛大な拍手と喝采を。七死人、それでは一緒に乾杯しましょう。調和、開拓、ピノコニーと銀河の未来、そして快く協力してくださったルーサン家当主オーディ・アルファルファさんに乾杯。乾杯。おお、あんな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。でもアシゲちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。10分あげるから開けてごらん。いつの間にこんなものが、こんなたくさんの爆弾が、よりによってこんな時に伏線回収されるなんて、私一人じゃ絶対間に合わない。グループチャットでみんなに知らせないと。準備はできた。地図を。お待ちしておりました、アシゲちゃん様。オイラはここのよりに、今は爆弾を演じてるんでさ。今から爆発しようとしてるってのに、そんなことが気になるんですか？お前さんに見つかっちまった以上、今度はオイラが使命を果たす番だ。こっから5秒数えて爆発するのしやしょ。5 4 1。重要なのそこですかい？でも残念、オイラは本物の爆弾じゃありやせんぜ。驚きやしたか？
予想外、それとも怖かったり、ちっとも本当に嫌がってんの。アイさんはもうそんな心を学んだ方がいいよ。少しだけど進展した。この調子で頑張ろう。もう時間がない。間に合うといいんだけど。